霊電車です。終点は海ほたるの真下、東京湾のヘドロが沈むガラクタだらけの海の底。ここは赤線廃止以降、隠れ売春宿が集まるようになり、今では海の吉原と呼ばれています。私たち泡姫です。ナナさん21歳、月収80万円。職場は海の中なんで、最近体がちょっと磯臭くなってきました。楓さん25歳、月収60万円。私は海の中でも呼吸ができるようになりました。ユリアさん28歳、月収100万円。私はもう8年やってるんですけど、やっぱり海の中で長く働いてると体にヒレとかできちゃうんですよね。ベテランソープ嬢によるマットプレイは、柔らかな尾ひれ、背びれの感触が絶妙とのことで、この不況にもかかわらずお店は連日盛況です。でも、ヒレまでついちゃったら、もうお嫁には行けないね。病気だって5回かかった。輪病、カンジダ、クラミジア。明日の命もわからない。私は、こんな海の底で誰とも知らない男と肌を合わせる、擦れる、よじれる、赤くなる。王子様は来ない。だって私の恋は泡になって消えたから。王子様は来ない。だって私の恋は泡になって消えた。さんのお母様にいらしていただいてます。ご紹介します。熊坂ラブ子さんです。あ、どうもこんばんは。ルツ子がいつもお世話になっております。母のラブ子と申します。よろしくお願いします。お母さん久しぶり。今日のアコーディオンとっても上手だった。ありがとうございます。びっくりしちゃった。いや、若いですよね。そうですか。うん、いや、私ね、山野愛子先生のエステに毎日通ってアンチエイジングしてるんです。ああ、でもなんかまだ30歳ぐらいにしか見えませんけど。30歳って、でもルツ子ちゃんと同い年になっちゃう。本当ね。嬉しい。やった、お母さんやった。やった。いいね、やった。それ
それでは私が、いえ僕がお母さんになったわけをお話ししましょう。上司に横浜へ連れて行かれた。面白いところがあるんだと海の底を走る電車に乗ってたどり着いたのは竜宮城という名前のソープランドだった。僕にあてがわれたのはアワビホタルさんという名の女性で、背中に金魚のようなヒレがついていた。今日はお仕事帰り？あ、はい。そう、お疲れ様。いや、あの、僕営業なんですけど向いてなくて。あ、だからお姉さんみたいな人を尊敬しますよ。究極の接客業でしょ。大変ですよね。お客さん、こういうところ初めてでしょう。はい。ねえ、目を閉じて。そう言うと蛍さんは唇を重ねてきた。柔らかいと思った。かすかに海の匂いがした。絡まる、分け入る、とろける。奥の奥の奥の奥、そのまたもっと奥の奥。蛍さん、僕はしがみつくように抱きしめた。もう気絶しそうだった。以来、僕は毎日のように竜宮城へ通った。蛍さんに会えば不安は消える。何もかもが大丈夫だと思える。入浴料プラスサービス料計3万円は正直きつかったが、彼女に会えない方がもっときつかった。すぐに金はなくなった。だけど会いたい、我慢できない。僕は消費者金融から金を借りた。薄い氷の上を歩いているような気持ちになった。どうしたの？暗い顔して。いや、なんでもないんです。そう、ならいいけど。ところで見てよ、この足。足にヒレができちゃった。このままじゃいつか魚になっちゃうわ。ご冗談を。こうして竜宮城へ行き、蛍さんに会えば全ての不安は消えるのだった。もう会わずにはいられないのだった。一人になると不安になる。会いたくてまた金を借りる。このままではいけない。どこかで立ち止まらなければ。だけど立ち止まってまともに見るのが怖い。ねえ、あんた、こんなに来て大丈夫なの？大丈夫。僕はお金持ちなんです。
ホタルさんのヒレは会うたびに増えていくようだった。レイク、アコム、ウジク、やがてまともな町金を相手にしてくれなくなり、とうとう闇金に手を出す。止まらない。あんた、お金大丈夫？あなたも、そのヒレ、大丈夫？返済日ですが、お金のご用意できてますか？まだできていませんか？すっかり忘れていたけれど、大人は自分のしたことに責任を取らなければいけないのだった。申し訳ないんだけど、これもけじめなんでね、死んでいただきます。それじゃあせめて東京湾に捨ててください。僕の好きな人がいるんです。わかりました。いいでしょう。未明、僕は手足をぐるぐる巻かれ、体に重しをつけられて晴海ふ頭からダイブした。海が冷たく僕を満たす。あ、これは本当なんだ。本当に僕は死ぬんだ。さようなら、ホタルさん。好きでした。願わくばこの体が竜宮城に沈まんこと。薄れゆく意識の中で誰かが僕を抱いた。気がついた？ホタルさん、どうしてあなたが？ここはどこです？まっすぐ登ったつもりが流されていたみたいね。ここは三浦海岸。ねえ、見て。私、昨日の夕方、ついに人魚になっちゃった。これじゃあもうおまんこできないわってんで、外に飛び出したの。そしたら、あんたが沈んでいくのが見えて。助けてくれたんですね。なんだかずいぶん無理させちゃってたみたいね。いや。ねえ、ホタルさん、結婚しませんか？これから二人でもう一度ゼロからスタートしませんか？お気持ちだけいただくわ。すごい勢いで鱗が広がってるの。明日の朝には完全に魚になるわ。そしたらきっと何もかもわからなくなるわ。それでもいいんです。僕は叫んだが、ホタルさんは黙って月を仰いだ。今夜は満月ね。産卵の時期だわ。踊りましょう。Thank you.
誰もいない浜辺、死に損ねと半魚人のダンス、月が揺れる、僕らは笑う、時々抱き合う、キスをする。辛いことなんて何一つないの。だって私の恋は泡になって消えるから。そしたらきっともう何も思い出さなくていいの。いつしか僕は踊り疲れ眠っていたようだ。目が覚めると蛍さんの姿はなかった。その時、目の前の海から巨大な魚が跳ね上がり、くるっと一回転すると波の間に間に消えていった。波打ち際には大きな卵が産みつけられていた。僕はそれを拾い、そうして駅へ向かって歩き出した。可愛い私の子供、早く生まれておいで。こうして抱いて温めていいよ。それで僕はお母さんになったのだ。